急に黙るのね。そういうとこあるな。え、まだ始まってないですよね。うん、5時半から、5時半からだからもうちょっと。お腹すいたな。食べますか。食べたいね。こんな美味しそうな料理あるとね、本当に食べたい。てかお前携帯いじりすぎやろ。それなんか告知してんすよ。あ、告知してくれてんの。優しい。優しいなお前。おい、そういうとこだぞ。ダメ。いや、俺は告知してる大輝さんのを見てます今。あ、自分の、はい、自分の確認してんの、はい、しっかり確認しましょう。いいよ、確認しなくていいから。告知してくれた。しないっす。してない。してない。してないっていうか、いやです、そんなことしてないの。お前なんかインスタとかやってんじゃないの。バタバタしてたのに。え、インスタとかやってんだろ、お前個人で。しかもね、20分前に来たのにしてない。20分前に来たの。どんだけ気合入ってんの。すいません、ちょっと早く。いや、結構年末で混んでて時間かかるだろうなって思ったんですよ。ああ、そう、全然混んでなかった。ああ、本当、確か混んでなかったな。車少なかったよね。あ、長井さんありがとうございます。はい、ほら、タクマはお前ちゃんとな。え、タクマくんのそれが告知するんだよ、はい、出てこないわ。今で、いやいや、今出てきました。いやいやいや、タメちゃん普通するでしょ。どうやって告知。お前もうちょっとで始まるんだよ、お前告知って。お前もうコメントも来てね。はい、始めましょうか。もう始める。あ、まだ29分。ちゃんと時間守ろう。ちょ、ほんと食べたいね。何？タクマお前ハイボールじゃなくていいの。タメ何？近い近い。タメテキーラじゃなくていいの。30分になりました。そういうこと言うんですか。え、見ていいですか。はい、じゃあ始めるよ。始める。30分になったから始めるよ。いい？全然聞いてない、はい、おい携帯置けよ、もう早く。ちょっと待ってください。はい、告知が、告知、あ、告知してから始める。いや、もう大丈夫です。大丈夫。はい。いい？始めていいんですか？はい。じゃあ、いい？どこ見ればいいの？あ、これ？はい。はい。じゃあ、皆さん、こんばんは。こんばんは。タメさん。おい、タメ。はい。携帯置けたわ、一回。いやー、やり方わかんなかった。はい。じゃあ、皆さん、こんばんは。はい。はい。恒例の忘年会ですね。こっちか。はい。告知はしろよ、告知はするんだ。もうぐたぐたになれろ、はい。告知はするんだ。じゃあ、今日のゲストは、長吉拓磨と、セレッソ大阪の、名前なんだっけ？ねえ、はい、タメダでーす。はい、お願いしまーす。始まってんの。いや、ちょっと告知だけ、教えてください。はい、はい、そのメンションみたいなやつが、ちゃんとよくわかんない。あ、いいよ、いいよ、はい。はい、じゃあもう進めていっていいんですか。はい、たくまくんに今やってもらってます、はい、え、なんかコメントに結構来てますよ。来てます、来てます、はい、え、すみません、始まったんでもう食べていいってことですよね。はい、あ、食べていいです、食べていいです。やったー、もうえ、いいかな。じゃあ、まあ、はい、じゃあ、せーの、じゃあ乾杯しよう、まず。はい、じゃあ、はい、せーの、はい、今年も皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、乾杯。皆さん、すみません、乾杯。みんな乾杯。美味しい料理を。みんなにも乾杯して。はい、乾杯。確かに視聴者の皆さんも今ね、そうや、ご飯中か、うん。今日もこの時間に。ちょっとカメラ見て、カメラ。これもうしてくれたんですか。おい、話聞いてますか、君たち。自由すぎる。これやり方がちょっとわかんないんで。あ、これできたんだ。できましたか。はい。今日成り立つかね、これ。いや、ちょっと。大丈夫です。大丈夫。もう落ち着いた。もういいですか。食べます。食べる。じゃあ、いただきます。いただきます。これも楽しみに来たんで。今日は何？もうすごい。タメ紹介して。これっすね、もう。何？重いっすよ。頼むから、お前こぼすとかやめてな。じゃん。はい。ズームできます？できません。はい。アップできない。アップできない。見てください。関サバ、関アジ、マグロ、アワビ、白身。
いや何の魚か分かんなかったんだなこれ。これ何ヒラメ何。そしてですねやっぱり大分といえばねこれ鶏天、はい、からの。そしてね大分といえばねちくわの磯辺揚げ違う。いやそうや。でからので俺大分といえば本当に好きなんですよ鶏飯。鶏飯ね。ありがとうございます本当に。あるよ、まだあるよまだあるよまだあるよ。まだあるよ全部説明していくよ。それお前の役目やるよ。おでんはさすがに見せれんな。あとおでん作っていただきましてありがとうございます本当に。いつもありがとうございます。スタッフの皆さんありがとうございます。まだちょっとキッチンの方でまだ料理してくれる方もいるからね、はい、すいません本当に感謝だね。君たち2人のためにこんな豪華な料理を用意してくれたんでね、ありがとうございます。今日は飲んで食べて楽しんで帰っていただきたいと思うんでね、はい、まあ今日いろんな話をしてもらうんだよね。はいそうです。まあ世にまだ出てないお話とか。いえ世に出てない話できない。これライブだから気をつけて話してくださいね。はい、わかりました。ね。ね。お口をつけて。はい。タメさん、それポン酢です。これポン酢っすね。はい。てか、お前、わさび入れすぎやねんか。そっちそっち。ちっちゃい方が。うわ。頼むから。わさびだけ。ちょっとコメントが全然見れないのよね。ちょっと待って、はい。コメントが。いっぱい来てますよ。ティッシュも。ティッシュも。吸い込みます。あの、いつもの、ぷいぷいちゃんも。ああ、ぷいぷいちゃん。はい。ぷいぷいちゃんね。みんなこんばんはって言ってますよ。ぷいぷいちゃん。はい。J リースの試合見に来てくれてるんで。ですか。ありがとうございます。また。ありがとうございます。はい。来もよろしくお願いします。待ってましたって書いてます。ほら、皆さんコメント、これ今日もコメントに対してお話ししていくんかな。はい。ぷいぷいさんがお笑い芸人の亀田さん。まあもうお笑い芸人らしいよ。そうですね。あ、長井さん監督お疲れ様でした。いや確かにそういうのも聞きたいですよね。今日はそういうのを聞いていきましょう。監督の苦労っていうのも聞きたいよな。確かに僕らわかんないですもんね。タメダいつからお笑い担当になったの？わかんないです。なんかプイプイさんが急にね。でもなんかみんなそうコメントくれます。あ、ありがとう。あ、ここで見やすいわ。で、さすが。あ、さすが。で、大分トリニータでいうとお笑い担当は野村なのよ。ああ、その方は納得するんやな。いやまあ。外から見てる感じ、確かにそういう感じします。伊佐は伊佐はそんな感じじゃないな。お笑い担当か。全然コメント見れてない。コメントが消えちゃったんだけど。もう見なくて大丈夫。いや、コメント見たいよね、これね。コメントはまだこう、みんなこんばんはって挨拶です、ね。あ、そうなの。これが関、アジかな。はい、ご飯食べてください。じゃあ、いただきまーす。すいません。めっちゃシーンとなってるじゃないですか。いいこれがミスターチャンネルやろ。ミスターチャンネルは言えない。おいしい。じゃあいただくね。ほんとちょっと先に食べんとちょっと空腹やから。食べてる間無言でいいんですか。これあの、うん、サバはサバ、うん、俺魚あんま詳しくないからわかんない。そのアジとサバとかのそのこれタイやタイブリー。タイから来たマグロ。いろいろあるやん。片付けた。いろいろあるやん。いろいろあります。大分の魚が美味しいから。そうなんですよね。本当に。九州ってやっぱ、うまっ！ご飯が本当に美味しい。最高。好きな刺身は何ですかって言って。ダメ。ダメ、はい。いやー、困るなー。全部好きなんですよね、本当に。肉より魚ですか？魚より肉ですか？でもやっぱり、魚になりましたよね。あ、若い時はもうダントツで肉でしたけど、確かに、もう今やっぱり魚ですね、うん。シーズン中はお肉もちょっと控えてるんで、今、そう、はい。あ、じゃあちょっと今その話だったんで、2023年のちょっと振り返りじゃないけど、今年どうだ。ああ、そうね。じゃあタメから行こうか。ね、今年のシーズンの。振り返り的な部分をちょっと話してもらう。真面目なところで最初にちょっと話しとかんとさ。確かにそうですね。あとからぐたぐたになるよ、お前。お前って言ってなんですよ、お前って。ぐたぐたになっちゃうから。まあまあ、僕はちょっとね、うん、まあ前半戦はうまく、試合に絡めてたんですけど、膝の手術してから。膝の手術はいつしたの？ちょうど、15試合ぐらい終わった夏ぐらいですね。神戸の後ぐらいなんで、夏ぐらいのタイミングで膝の手術して、うん、そっから
ラスト2試合でやっと復帰できたっていう感じだったんで、うん、まあ個人的にはそんなにいいシーズンだったとは言えないですかね。初手術みたいな。いや、足首も清掃来て1年目に手術して、ネズミ？ネズミです、はい。だからまあ膝なんやった。膝は半月板っす。こう、まあじゃああまりいいシーズンではなかったっていう。そうですね、結構きつかったですね。ああ、まあでもね、試合には絡んでないけど、外から見てどうだでした、セレスは、今年のセレスは。まあ、清武とかさ、まあ、大分でやってた選手もいるじゃん。まあ、清くんも、怪我してたな。怪我してて、本当ラスト2試合で復帰っていう感じだったんで、うん、まあ、清くんももちろん難しいシーズンだったと思いますし、ケイスケ。あ、ケイスケな。清水ケイスケ。うん、だからケイちゃんも、うん、まあ難しい立ち位置だったとは思いますよ、いろいろ。あ、まあ、そのね、ああ、マキ、まあ、マキは、うん、マキはもうずっと明るく頑張ってました。ああ、本当に大輔、あ、だからもう第三、第三がまあうまくこう、あの若手だったりを引き上げて。え、大輔はヘッドコーチな、立ち位置は。第三はヘッドコーチです、うん、もう今は。はい。あ、そうなの。今とか、まあ去年もすごい、めっちゃ声出すよね。うん、まあでも練習とかもきついですね、そもそもセレッソは。あ、練習が結構練習の強度は高いと思います。高い方ですね。ほうほうほう。うわ、トレーター時代より全然高い。高いっすね。素走りはないですけど、やっぱこう対人、対人はめちゃくちゃ多いっす。ほう、はい、時あんま練習きつくなかったっす。監督によるよな。あー、ハメですか、田坂さんだけ。田坂さんやりましたね。だけ他やった。ハンボさんもやったし、ハンボさんはそこまできつくなかったしな、田塚さんもきつくない、田塚さんもそこまでなかったな、練習軽いイメージです。あ、ポポは、ポポビッチはやってないです。あの、あ、まだやってないんで、1年生の時です、僕は。え、高校1の時です。俺は田塚さんだけです。ハンボさんは知らないです。じゃあポポの練習したら大体もどこの練習もいけると思うけどね。もう鹿島の監督になったしな、うん、確かに、うん、あれはもうめっちゃきつい、ね、吉岡さんでしょうね、つながりでね、うん、ポポの練習は本当きつかったからね、まあ、経験してないんだよ、それ経験した方が言うでって、監督で全然違うもんね、練習量ね。マジで違います、まあ、そうですね、こう。え、それでいいよ、もうダメ。あ、僕も、2023年の。もうこれ以上喋ることは本当にないです。ない、はい、じゃあ、たくまくんのが聞きたいです。じゃあ、たくまの2023年振り返ってもらおうか、J リースでのね。これ長くなるんじゃね、J リースの。まずは、現役引退。あ、確かに。あ、現役引退ってことでいいんですか。あ、もう引退も発表したの、しました。あ、した昨日、おととい、はい、あ、監督も、はい、契約満了っていう感じ。契約満了です。契約満了で一応契約は満了じゃないですか、その契約してないんで。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、じゃあちょっと2023年のね、まあ苦労話を聞きますか。確かにさらっと現役引退ですって言ってるけど、いやでも俺一回もうプロは引退してるんで、うん、まあ、またこう選手引退っていうのはまたちょっとなんかなんていうんですかね、そのままプロから J リースに入ってそのプレーしてたら、うん、あの、まあ、サッカーが終わったなと思うんですけど、まあ、プロに対してもう一回1年空いてから、まあ、選手復活してるんで、うん、あんまりこうなんか引退感はないですけど、うん、確かにね、はい、で、まあ、今年は九州リーグ結果3位だったんですけど、本当やで、本当。まあ、今年から、まあ、大輝さんにも、まあ、CRO という形で。そうだよ。はい。あ、はい、本当そうっすよね。そうだよ。もう大変。もう俺ね、もう難しいわ。本当、もうつくづく手伝うようになって分かった。本当大変なリーグだなっていうのを感じたから、プロの方が逆にはっきりしてるから、やりやすいもんな。まあ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 。そうですね。まあ、いろんな苦労あったと思うよ、たくまは。まあその中でね、まあ、立ち上げからここまでやってきたっていうのはね、大きいことだけど、うん、まあ今結果を求められてるんでね。まあそうですね、チームが、まあ、こう大きくなったというか、前に進んで、最初やった時とかね、土のグラウンドで練習したり、6人で練習したり、そんな時からもうだいぶ環境も変わったんで、まあ、今年こう大型補強というか、まあ、かなり会社のサポートもあって、うん、まあ、補強とかもして環境も整った中で、まあ、結果が出なかったのは、まあ、自分自身のこう、うん、責任というか、まあ、その反省と、うん、
まあ、後悔はないですけど、うん、まあ、力不足だなっていうのは正直あったんで、うん、まあ、今後来年必ず上がるために、うん、まあ、スタッフはしっかり監督変えて、うん、まあ、コーチも新たに入れて、うん、で、まあ、今年、ね、まあ、もう一歩二歩ぐらいだったんで、うん、まあ、そこを超えれるように、うん、あの準備したいなというところです。まあ、ちょっと違う、ね、形っていうか違う、ね、とこから見てサポートできると思うんでね。まあでも九州リーグって本当難しいで。そうっすよ、ね。見たことあるお前ため。見たことはないっすけど。ないやろ。はい、ガッチガチ。でお前夏場でも11時に試合とかあるから普通に。で集中開催になると土日で連チャンでやるんだよ。5日連続で5試合。そんな環境でやってみ？もう、ボロボロで。でもなんかその、それこそ人数とかがある程度いないと、そういうこときついっすよね。総力戦。で、前者なんか、もう毎日試合じゃん。で、もう、と1回戦だから栃木シティっていう今年ね、JFL になかった100年構想で。あ、はい、あるのね。あ、そうそうそう。そうそう。あそこなんか1回戦勝ってんのよ。J リースは、1-0 で。え、そうなんですか。そうで。で、勝って順調に上がってたけど、結局、あの、準々決勝か。準々決勝で負けたんやけど、まあ、やっぱり、総力戦時の感じだね。ある大会はね、やっぱり全者はね、うん、全員がやっぱり必要なのよ。俺、何の話してんの今。はい。J リースの話です。合ってますよ。合ってるよね、はい。いや、でも本当にね、面白いけど、選手たちは本当に難しいと思うわ。まあ、そうですね。うん。で、またいろんなね、環境とかも、環境とかも違うし、まあでもそういう環境からまたね、這い上がっていかないといけないからね、みんなで。そうですね。うん、はい、そうですね。皆さんに応援してもらおう、はい、ここはね、J リーズを。また、来季も。ね、どうぞ。ありがとうございます。焼肉セブンさんはなんかお知り合いですか？焼肉セブン、はい。J リーズ。はい。応援、すごいしてもらってるんで。監督を受けてる。はい。ああ、セブンさんのとこ行きたいね。今度ぜひ今度ぜひあの撮影させてもらおう。あ、ぜひぜひね、セブンでね。あ、言っときます。今ここでお願いします。お願いします。いいかな。はい、お願いします、社長。オーナー聞いてますか。オーナー聞いてますか。今度はい、セブンで撮影させてください。いや、セブンはね、だって有名店ですから。俺も行ったことないの、行きたかったのよ。うん。入れなくて。みんなで行こう。ね。多分もう見てないですね、これ。見てないから。あとで。これあれですか、アーカイブ残るんですか。残んない。残る。あ、残りますか。うん、じゃあそこだけ見しときます。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあコメント拾っていこう。どんどん。ミスターにポポさんの思い出聞きたいです。うん、ポポ。なんか二人は3年ぐらい一緒でしたよね。3年も一緒にいないっす。2年半。あ、2年半ぐらいか。2年半っす。俺が。あ、俺とタクマくんとか。そうそうそう。あ、二人の思い出聞こうか。そう、だからこの関係性が知らない人も多いから。そうね。はい。いいよ。10に喋って。2000何年 ?9?10 ぐらい。いや。11? 11から。昇格した年に来ましたよね、たくまくん。違います。え？違います。違います。私昇格の前。お前。たくまが2012 ?11 から13。お前が高3の頃に俺来たんだ、多分。だってシュートがいる時だもん。うん、で、じゃあ高2かな。あ、高2、高2。高2の時に来て、うん、で、高3。高2かな、違うよ。タメさんは2010年から15年。だから10年に。10年 ?10 年。プロに上がったのがあれかな。2種の時があるから。だから2年半ぐらい一緒にプレーしてますよね。あ、そうです。その時はだから、どんな。寮だったんで、うん、岐阜からあの夏に移籍してきて、うん、で寮でニュースで、うん、まあでもトップに来てたんで、それでまあちょっとこう話したりするようになって、でも全然その時はまだ、うん、まだ高校生だったんで、うん、ご飯とか行ってなかったですけど、高校生だった、高校生です、17とかやろ、そうですね、一番最初、覚えてますか、タメさんその時。え、たくまくんのことですか、はい、いや、それはもちろんそう、もう覚えてます、これ。第一印象は、え、なんかすっごい奇抜な人来たなって思いました。いや、思いましたね。皆さんと同じ感覚かもしれないですけど、なんか、怖そうっていうか。うん、もうための印象ないんやけどな、お前、2010年からいたの。大地さん、その時 F 党入れた時でしょ。
そうかな。そうっすよ。あ、そうです、そうです。と、いえ、次の年帰ってきて、あ、そうなの。そう、で、そう、そうそう。で、しかも俺、あれなんですよ、小学校のチーム一緒なんですよ。そうそうそう。え、はい、小学校、小学校のチーム。岡山の。あ、そうなん。うん。そうっす。でも、岡山いたの。僕、岡山住んでたんですよ、小学校の時、2年間。で、トリニタのユース、岡山出身の子、出身というか、中学の子、めっちゃいっぱいいて、うん、食堂で、めっちゃ岡山弁喋ってる子たちいるから、でそれ聞いたら、岡山出身の子が多くて、うん、で、話したら、一緒のチームだったんですよ。なんか、うん、それは初だね。初ですか。おう、知らないと。聞いてます。全然聞いてないでしょ。小学生だよ。何も食べてない小学生だよ。頼んだよ、お前。俺のターンだから。今のチンクッときは。あ、そうなの、それを知らなかった。知らなかったね。でも結構多いだろうね。他の代も。トップは上がってないけど、毎年2、3人ずっと来てたもんな。あの時結構多かったですよね。そう。で、まあ、それがあっての、二十歳になったぐらいでお酒も飲めるようになって、まあ、外も出れるようになって、うん、一緒にご飯食べたり飲み行くようになって。仲良かったですね。いや、わかんないです。よく触ってますよ。いやいや、まあ、そうですね。こう。めっちゃ連れてってもらってました。たくまくんとか、ガミさんとか。ああ、懐かしい。大丹野とか。わ、やめろ。タンの同級生なんで俺。ああ、タンのね。そうなんですね。また栃木にも移籍したし、ね。栃木に移籍したよ、タンのゴールキーパーの。ああ。今年どこやったっけ、岩クルージャー。はい。岩手のね。いや、タンの面白いのよ。タンのは、知り合い、飯食うやん。で、ガミとか、まあ、いろんな人と食ってるときに、今日電話しよう、あの、あら、タンのおらんな、つって。今日タンの電話しよう。タンの電話しよう、つって。で、もう始まって1時間ぐらい過ぎてんのよ。あれ、タンの呼んでなかったっけみたいな言って、タンの電話しよう、つって、タンの電話したら、絶対来る。何が呼んだら絶対来るよな、タンのな。何があっても来る。何になっても来ると思うわ。なんで、呼んでくんないっすかみたいに来てな。じゃあ解散しようか、つって。しかも、夜中の2時とか3時に電話するから。起きるまで。最悪。それでも来る。いや、その辺はもう来ないですけど。けど電話には出ますから。うん。大樹さんはそこにそんなにいじるって。いや、丹野はすごいよね、うん。あいつはちゃんとしっかりしてます、ね。大樹さん仲いいの。丹野、安川。ガミさん、うん、その3人。いや、そんなことない。ガミさん、ガミさん。別に仲いいとは思ってない。いや、その、なんかお酒。仲いいと。それひどくない別にいいじゃないですか。仲いい。仲いい、仲いいなぁ。仲いいがいいか。確かに仲いいなぁでいいですよ、全然。そうか。仲いいとは思ってない。それはなんか。ダメですよ。そうなんだ。変な感じになっちゃう。そうなんだ。そういうことか。っていうことよ。なんでだ。いや、大輝さんについていける多分後輩が少ないし。いやいや、そんなことないですね。なあ、ね。なんか、はい、コメント拾ってこ。ちょっと待って。流されたで。もう、流すよ。流すよ。俺はどうぞ。自分の話は流すよ。俺の話や。お前らの話を聞きたいよ、みんな。なんか、今年の丸秘話、教えて。あ、はい、はい。大事ね。今年の丸秘話。はい。じゃあ、ダメかな。え？絶対先に出すの。マル秘話。マル秘話？ある人から。鳥天食べた？鳥天めっちゃうまいです。やばいやろ。鳥天マジうまいです。いただきます。スタッフのお姉ちゃんのもうこれ。あれです。これ売り出してもいいぐらい。いや、本当に。やばいやろ。めっちゃ柔らかいし。早く。してよ。だってないですもん。マル秘話？作って。言えないね、作って。うん。言えないから秘密なんだよ。間違いないね、これね。言えるぐらいの。みんな食べるって忙しくて。うまいやん、これな。マル秘話。うまっ。長屋さん、あるでしょ？マル秘話。マル秘？なんかない。あるかな？いや、マル秘。ちょっと考えよう。その次。ちょっと考えます。マル秘？うん。今年のマル秘話？これ3人に聞いて。あ、いいっす、いいっす。俺あるっすわ。マル秘ではないですけど。うん、違うかい。今年、今年、まあ、さっきの話じゃないですけど、うん、あのプレッシャーとストレス半端なさすぎて、うん、石できたし、
どこに？ああ、欠席。ああ、で、なんかそれで年取ったなってめっちゃ思いますね。なんか体にボロが出始めた。今おいくつでしたっけ？37歳です。37で、やっぱりプレッシャーとストレスで、はい、やっぱり監督ってすごいやっぱりあると思うわ。欠席と、欠席と、あとなんか、腫瘍みたいなのできて、それも取ったし。マジで？え？首？え、腫瘍ってどう？でも、良性っすよ。その悪性のやつじゃないですけど。うん、とか、なんか、いろいろ目ピクピクしだすし。それはなんだ、やっぱりストレス。医者からのストレス、ストレスで。ストレス。繊細なんで。監督の？そうそう。その何が一番ストレスっていうか、そのやっぱなんかこう体っていうか、その感じてたんですか？何が？いや、だからその結果がとか、そういうなんかあるじゃないですか。そろそろチームが勝てないから、やっぱりそのまあ勝てないのとかってよりかは、なんていうんですかね。まあ結果と、あとはそのやっぱ選手、まあ、チームで30人近くいて、やっぱ試合出れるの11人で、まあ、サブは18人なわけじゃないですか。やっぱその毎回メンバー選ぶとかっていうとこは、やっぱり正直毎回しんどいですよね。まあそりゃそうやな。まあそりゃしょうがねえよ、そりゃ。だからそのこうね、でもそれはもう覚悟の上やろ、それはもうな。そうそうそう、選手もそうやし、もう監督がやっぱりな、チームを回していくのは当たり前ないから、監督に使われるように選手はね、頑張らないといけないし。そうなの、そんだけやっぱりなんかあったら知らんやったな、たくまが。体調面でね。加熱？はい、ため、マルギ。はい。たぶちゃん、おでん。おでんやる？おでん食べました。熱々やる？例のやつやる？熱々やる？いいね。熱々やらんよ。やらん。もうそういう年じゃない。30っすよ。おえ ?30 万。もう30っすよ、僕も。マルヒなんかないの？マルヒなんかあるの？マルヒ？マルヒ？何ですか、マルヒって。何か。どうしたの？マルヒなんかあるやろ。なんかない。あれは？子供の成長話ないの？なんか子供の成長話、いや、まあ、子供の成長話いっぱいありますよ。お前のだってインスタは基本子供やん。まあまあまあ、子供がマジサッカーうまいんすよ。横綱え、子供がサッカー、こいつの子供おもろいんすよ。そう、はい、え、子供さんのインスタ始めましたもんね。だってそうなんですよ、皆さんフォローしてください。最近全然更新しないんですよ。何でしたっけ、亀田何でしたっけ？タメダ三兄弟。そうそうそう。スリーボーイズやってるんですけど。子供がね、サッカーマジでうまいっす。レフティやろ？次男が左利きで横綱って言うんですけど。でかいんですよ。でもね、シュッとしたっす。なんかもう、はい。横綱感はちょっとなくなっちゃいましたもん。で、長男は。なんか好感度上げようとしてる。子供を使って。いや、インスタだけ見てると。いやいや、じゃなくて。なんすか、そのインスタだけ。会ってみたら違うな、こいつじゃないですよ。こんなこと言ってないです。いや、でもすごいんですよ。毎回の誕生日のやつが面白いわ。ああ、子供泣くやん。ん？ケーキの取り合いで。ケーキのあの、わかります？大吉さんもわかると思うんですけど、あの、何？ケーキってこの、あるじゃないですか。ああ、ホールから。で、あの、ああ、プレートみたいなのあるじゃないですか。ああ、1枚だけ。ああ。あのプレートを、ああ、取り合うんですよ。で、それで毎回喧嘩になって。三男が？絶対泣くんですよ。ああ、そういうこと？いや、いや、お前いいじゃん、まだ。俺なんかケーキとかあるじゃん。俺誕生日ケーキ、パーティーとかするじゃん。俺なんかケーキなんか絶対俺のとこ回ってこんもん。あ、子供で関係ない。5人家族やからさ、うん、もう4人でケーキを切るっていうな。食いたくないとかじゃないんですか？まあ俺もあんまり甘いもん食べないからさ。それからもう、うん、だからじゃあそういうことじゃないですか？いやいや、切りづらいです。あ、5個は、うん、あ、確かに。5人分に切りづらい。確かにね。やりやすいですもんね。ああ、だから俺のところで回ってこない。もう、この10年ぐらい。長いな。結構長いね。長い。結構それは長いですね。だいぶ長い。欲しいんすか？一口ぐらい食べたいじゃん。ああ、じゃあ言っときますわ。ここで。来年からはパパにもケーキをあげてください。さすがにな。10年だともう結構。いや、ほんとだよ。まだ掘る。ああ、もういっちゃう。もういっちゃう。広げたのに。なんか来てるやん、これ。小松デラックスさん。はい。
亀田さんに質問です、はい、今の J1 と J2 の時でこういう部分がレベルが違うなと思うことがあれば教えてください。聞きたい。ああ、喋れるかな、タメがこういう話。意外に真面目なの。意外に J1 と J2 の違いってことですか。まあレベルが違うと思うことがあればと。でもその正直思うことは、うん、まあ今のセレッソもそうですけど、結局まあ J2 から上がってきた選手が、まあ食べてください。今俺のターンだ。お前のターン。お前のターンだ。結局 J2 から上がってきた選手、まあマイクマとかもそうだし、まあ加藤睦月とか上城とか、まあ今回夏から来た柴山とか、そういうなんかこう J2 から上がってきた選手が結局そのチームの中心になって、こうチームを支えてるっていう J1 のチームが多いと思うんですよ。確かに。タメダもそうやんな。まあそう言ってもらえたら嬉しいですけど、だからその J1、なんかイメージですよ、正直その昔は J2 から上がっても絶対落ちるなみたいなあったじゃないですか。これ今真面目な話で、でも今は違うじゃないですか。やっぱりそう考えると昔は結構差があったと思うんですよ、 J1 と J2 で。でも今はその個人の能力もそうだし、やっぱりこうJ1 と J2 で差がこうどんどんこう縮まってきてるんじゃないかなって僕は思いますね。もう J3 の選手がこうねポーンって J1 行ったりとかもちろんあるし、まあそういう面では変わってきてるんじゃないですか。その J リーグ全体のレベルがやっぱ高くなってるっていうか、J3 もできたしね。え、いいですか、今の補足なんかある？ない。だからそのチームとしてはレベルの差はあるけど、個人としてはその個人昇格みたいなのができやすくなったし、うん、能力高い選手はやっぱ J2、J3 にもいっぱいいるよねっていう感じだよね。うん、でもまあ結局ね、天皇杯とかも、まあ、甲府が優勝したりとか、やっぱチームとしてもやっぱ完成されてきてるチームがやっぱ多いですよね。うん、そのなんかこうなんだろう、こう昔みたいにこう個人の能力で戦っててるっていうよりかは、チームとしてしっかりコンセプトを持って、うん、やっぱやってるチームが多いんじゃないかなって思いますけどね。そう、じゃあ、 J1 で戦ってこのチームはやっぱ強いなと思ったチームある？まあ今年はちょっとあんまり絡んでないけど、まあ、去年含めてでもいいわ。フロンターレ、フロンターレ落ちてきてるんじゃない？去年とか。そうですね、フロンターレと相性もあるじゃないですか。フロンターレと結構ちょっと相性が結構良かったんで。ああ、マリノスが強かったんじゃないの、やっぱり。マリノスも、でもどっちかというとちょっと相性良くて。あ、よかった、セレッソ。ホームとかは結構勝ってたんで。え、どこが悪かった、相性は、セレッソは。セレッソが相性悪いのはもう圧倒的に鹿島なんですよ。ああ、そうなの。鹿島はもうずっと勝ててないらしくて。そういうのあるっしょ。うん、あるね。結構あるじゃないですか。大分もなんか黄色のチームに弱いとか。ああ。なんでそうやって黄色のチームって言ったの。いや、別にいい。ジェフって言えばいいよな。いや、黄色のチーム。まあまあね。なんか弱いみたいな、ね。まあ、あるね。相性はあるけど、まあね。そこはね。大工さん、そういうの気にしてた？全然気にしてない、俺は。まあ、でしょうね。うん。気にしない、全然。でしょうね。気にしないとは。いや、俺も気にしないというか、まあ、その、滞在期間がね、長かったら、する選手はいるかもしれないですけど、そっちね、そういうことね。はい。いや、なんかこのチーム苦手だなとかさ。あ、個人としてってことですか？そう。ああ、いや、ないっすね。え、そんなチームあります？逆に。いや、あんまないけど。じゃあ、その選手とかで、なんか、うわ、あの選手いるからちょっと。ああ、退治した選手がってことか。あ、お疲れ様です。ちょっと待って、大丈夫？いる？いい、全然です。え、大根ちょっと放送中いやいや、でも相性っていうか、なんか大輝さんいないんですか、そのセンターバックでこいつマジ嫌やったなみたいな。おー、あー、いないですか。ベスト3ぐらい、ね、確かにそんなきね、こういうそういうの聞きたい、こっちも。いや、それあーでもあるでしょ、多少は。対戦
しづらかったベスト3いきましょう。いやいや、対戦しづらかった。じゃマークとか。対マークはやっぱりボンバって中澤さんは嫌やったかな。あ、そうなるんだ。駆け引きがやっぱりうまかったかなっていうところは、なんかやりづらかったっていうか、坪井さんとかも嫌やったな。能力高いですもんね。身体能力高い。そうそうそう。なんか自分のテリトリーがあるっていうか、持たせて借りてくるとか、そういうことね。で、ガツガツいくっていうところもあるし、で、うまくボールを持たせていくとか、見えてない時に来るとか、あったね。もう一人ぐらい。誰思うかな、あの頃で言うと。いや、とりあえずね、もうしつこくついてくるやつは嫌だった。ああ、ネチ。ネチネチ。ボールが関係ないところに。トゥーさんとか。トゥーはね、結構フリーにさせてくれるのよ。ガツガツくるっていうよりは、もう。最後守れば的な感じですね。ところなんで、能力が高いけど。深さんみたいな感じは。深谷は嫌やったかもしれない。うるせえから。って言うから。後輩でもあれも、まあ、ネチネチじゃないけど、もう。いや、あいつはネチネチよ。すっぽんで。あいつはもう技術ないからさ、もうそれしかないじゃん、ヘディングと。気持ちめちゃくちゃあるから、やっぱ嫌でしょ。いやいや、ああいう選手大事だから。深さん、今褒められてますから、ね。そうよ。そういうこと。けなしてるわけじゃないですか。本当に褒められてますからね、深さんね。本当に。いや、深谷はそうやね。大会とかも嫌やかもしれないね。似てるんですか、うん、俺、大会さんのプロあんま見たことない。大会はね、能力高いよ。やっぱりその背後に出てもスピードもあるし、うん、まあブラジル人がマジで嫌がってたわ、大会深谷は、うん、ああ森重も嫌かもしれないな、森重も結構嫌なタイプだった、でも頭使ってるじゃないですか、うん、まあ、まあ、うまいですもんね、まあ、どんどん上手くなったね森重はね、正直ね、もうボランチの選手だからやっぱ賢いわ、まあまあ確かに、ダメは俺、去年、今年ぐらいに。いや、まあ、いや、すっげえなと思ったのは、やっぱ酒井宏樹さんじゃないですか。あー、裏のね。いや、能力高いっていうもんな。あれでも、だいぶ落ちた方やもんな。ヘディングとかもすごいし。俺だって、プロ早い1年目の時に、まだユースで、柏で、その西とかで出てたけど、いや、ちょっと、こいつやべえなと思ったっすもん。まあ、レベルが違うなと思った。いや、来るなと思ったっす。ああ、そう。じゃあ、目つけてたんすね。いや、そういう。そうなんだ。じゃない。いや、やっぱりそういうさ、年代でさ、違うじゃん。年代のスーパーのやつ誰かいるお前ら。俺らだって、家永、前田。ああ、秋か。本田。お前らの時やばいな、じゃあ。だから、司修作とか、その辺です。あ、そうなの。司いなかったな、今日。もう、どっか油さんが。いや、あれ帰ってきてますよ。あ、帰ってきた。この間会ったっす、おとといぐらい。だから、予防って言ったじゃない。あ、大分いいのあいつ。今年初めて飲んだっす。予防って言ったじゃない。あ、同級生ですか。あ、3人で飲んだよ。つかさと、たくまと。そうなの、つかさいた。え大分にいんの予防って言ったじゃないの。いや、つかさももう今年ね、あのキャプテンとしてね、もうあいつ相当疲れてたよ。もう、心身ともに。もう、返せやったの。今年ちょっと、な、どうでした逆に、大分、どうだったんですか。いや、大分、どうだったですか。お前、順位見たら分かるやん。いや、分かるんですけど、外から見てると、やっぱ急に、ね。外からどんな感じで見てた逆に。まあでも、なんかやっぱ、同級生だから、褒めるわけじゃないですけど、しげがやっぱ怪我して、で、この間しげと会った時に連絡もしたっすけど、あ、連絡じゃない、この喋ったっすけど、まあなんか、ちょっとなんていうんですかね、しげの株を上げるわけじゃないですけど、しげがいなくなってちょっとやっぱ、チームのこう、ピッチの元気というか、なんかこう、こうワクワク感じゃないですけど、なんかこう、なくなって、出すよね。こうなんか失点してどよんみたいな、うん。お前見てんだね。いや、ほんとそうなの。シゲが怪我してからちょっとまたおかしくなったの、チームのね。うん、おい、何今日なんだっけシゲに あここで。おい、電話かかってきたぞ。誰え電話かかってきたの。年末特別企画。はい。今年もお世話になりました。ドキドキテレフォンチャレンジ。おお
声張ってください。声。急に。声を。声張ってくれると聞こえんのやけど。で、田村選手から見て、今季の大分トリートは外から見て。違うの、これ。これはもういいですか。これ今放ったんですね。もうこれはいいんですね。ちょうどこの話が、てかこれ質問来てた感じだけど、はい。これちょっとね、なんか。ってことで、はい。で、これね、さっき言ってたけど、はい。ちゃんと用意してた。あ、用意してたんですか。用意してて、はい、かぶっちゃいました。かぶっちゃいました。はい。かぶっちゃった。今から3人に、はい。大分トリニータに関わる人で、あの現役の選手か、まあ辞められた方とかに、誰とでもいいで電話してもらいます。誰が電話するの？3人。で、1人ずつね。1人ずつ？はい。で、た例えばね、辞めた選手とかでもいいんです。はい。できるだけ視聴者の皆さんを喜ぶ人。はい。誰から行きますか。じゃあ深さんとかはダメってことだろ。でもただ電話するんじゃなくて、あのボックスの中から紙を一枚。おお、そこまで用意してんの。引いてもらって。はい。そこ。そこに書いてる言葉を、はい、電話してる相手に早く言わせた人が勝ち。むずいなー。意味わかります。わかるわかる。だからそれの言葉を引き出せばいいってことですよね。そうで、はい、一番長く時間がかかった人は罰ゲーム。罰ゲームはもう、お楽しみ。じゃあもう早くした方がいいじゃん。電話つながらない可能性もあるってことですよね。順番に。じゃあもう俺からいいですか。ああ、いいよ。俺はもう正直もう、はい、僕つながるんで。でも、なおが言って、その言葉を直接言ったらダメですよ。はい、引き出す、はい、引き出す。これ、もう見ていいんですか。見ていい。あ、じゃあ一人ずつ。あ、電話する相手は自分で選んでいいんですか。はい、そうです。あ、そうですよね。じゃあその言葉を引き出せばいいの。紙ないんだけど俺。紙ないよ俺。どこ？絶対無理や。いや、そっちの方が簡単よ。じゃあ誰から行きますか。はい、難しいなこれ。はい。田村選手、紙は？絶対俺の。え、これ見せていいの？あ、ダメか。見ちゃう。あ、でも視聴者は、あ、でも見ちゃう。これ見てますかね。いや。見てないでしょ。見てないか。見ちゃったらこの言葉を言わなかったらいいですよね。この言葉を言わせるの。これを言わなかったら何言ってもいいんですよね。そうです。でも普通にもう会話しますよ。あ、いいよ、はい。始まる前に生放送を見えるかな。見えないか。いいですか。言っとくんですか。始まる前に言ってよ。今度ご飯行きましょう。あ、今度ご飯行きましょうを言わせればいいってことね、タメは。あの変な会話になったらあれなんで、一応大輝さんの魔法配信に今出てるよって。めちゃくちゃ難しいこれ。難しいな。言った方がいい。めちゃくちゃ難しい。もう始まったよ。あ、はい、あ、来た。で、スピーカーでお願いします。はい、スタートウォッチが。あ、出た。はいよ。はい、スタート。別にビデオじゃなくて。誰？じゃじゃん。ということで、しげ選手でーす。もうスタートしてるっすよね。してます。言って、生放送だからって。あいつ見てんじゃねえのでも。しげ、まあまあ。見てないじゃないですか。ちょっと、もうしげ、も最初僕伝えてたんで。あ、でも聞けたわ。はい。あっちにでもこう見せた方がいい。うん。タメさんがこっち来たらいいかも。こうしたら。資源もこれ始まってるよ。資源もこれ大丈夫。待ってんじゃん。大丈夫です。え、テレビにはじゃなくてもいいですよね。いいです、いいです。お前めっちゃ余裕かましてるけど大丈夫。え？食べて上。あ、そう。資源。はい。怪我どう？もういい感じです。来年のじゃあ最初からいけるってことですかね？最初から行きたい。まあそれに向けてという感じか。これ何？これ何じゃない。今 YouTube の生配信中です。でもその今シゲの話してて、やっぱりシゲがいなくなってからちょっとやっぱこうチームが寂しくなったなっていうのを俺は伝えたかった。ありがとう。やっぱりシゲの評価が悲しいことに上がっちゃった。おい、悲しいよ。嬉しいやん。シゲ、今度ご飯行こうよ。いや、何これ。じゃあ、シゲ、今度ご飯行こう。何？
え、あ、無理。じゃあ、じゃあ、しげ。じゃあ、しげ。しげ、今度さ、本当に、マジでさ、あの、みんなでご飯行こうよ。なんでみんなでになった？みんな？じゃあ、いや、なんだ、その2人の方がいいな、あのやつ。しげ、いいぞ、頑張れ。え、無理。しげ、いいぞ。しげ、頑張れ、しげ。しんどい、しんどい、ちょっと、何これ。しげ、でも今、受けてるな。確かにシゲ今どこにいんの？今長崎か。いやー、ああ、なるほど、みんなでご飯食べてるんだ。いや、いや、だ、今度ご飯行こうねって言えよ早く。これは OK ですよね。これはもう引き出せましたね。ありがとう。そういう企画だったのよ。見てた？いや、見てない。なんやねん、お前、見とけよ。じゃあ、しげ、ちょっと最後に、あの、見てる人たちにお願いします。来年の。来年は、10アシストします。ゴールは5ゴール。お、10アシスト。お、5ゴール10アシスト。いや、ゴールの方言えよ。5ゴール。お疲れ様でした。失礼します。はい、まあ、もうダメだよ、3分以上超えたら。いや、3分5秒。3分までやから、3分以上はもうダメってことですね。言わせたっすよ。あ、ちょっとあれだね。だって今度ご飯行こうって言えよ。まあ、ちょっとあれよ、今ちょっとあれ、じゃあこんなこと言って2人に言いますけど、じゃあこれ以上濃い話お願いしますね。じゃあ、そんなこと言って、お前もこっちはもう今後のやっぱトリニータを背負う。そう、やっぱりシゲがやっぱ今後ね、お前さ、シゲに電話するって言ってるけどさ、俺ら、お前、え、タクマ、お前なんか言ってんの？俺何も言ってない。俺も誰も言ってない。どうするんだ。それはもう誰も言ってない前提だった。でもやっぱ、それ半で5分成功。いや、でも俺は、でもミスターチャンネルのことを思って、事前にシゲちょっと途中で連絡するよって。おー、さすが。それはお前成功よな。いやいや。いや、ミスターチャンネルを盛り上げるためにこっちはやってんのに。今 LINE とかでこそこそ言うとダメですよ。してないです。はい、じゃあ次。じゃあ、え、先？え？え？かけた？かけてない。かけた？何？かけてない。え？どうした？あ、留守番電話。あ、ダメだ。あ、これダメだ。ダメです。ダメです。はい。じゃあ、長井さん。俺ない？あ、言葉は、あ、出るかな？キーワードは、出ないな。こちら。これ難しい。言ってくれそう。でも、あ、出た。もしもし。今大丈夫？いや、まだ開けてないっす。はい。誰ですか？あ、言ってください。今大丈夫？誰や。今、大輝さんの YouTube で生放送してるんだけど、ちょっとだけ喋れる？あれ、できる？テレビ電話。じゃあ、さっきの位置に。もう声です。すぐわかりましたよ。ちょっと待って、俺。この声でわかんなかったら。あれにしようか、フェイスタイムでかけよう。やばいっすよ、俺が。できる。長くファンですか？あ、できた。コンちゃん？コンちゃん、元気？あ、ちょっと、出る。かぶりはダメよ、大丈夫。かぶりはダメです。コンちゃん、ちょっと待って、すぐ電話するわ。これ。あ、もうちょっと上に。上。どう？上、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 あそこです。さんちゃん、あ、髪の毛少なくなりましたね。あ、だいぶね。不安になってきたわ。何の不満？サンペもうすぐ終わるから。はい、一言で、あの、俺への愛情表現して。誰への？
俺たくまくん、うん、一言で一言、うん、愛情表現して早く今今一言、うん、チャンス3回ぐらいあるから、ぜもうパッパパッパ行って、パッパ行って一言よ、おしゃれおしゃれおね、違うな違うな、そういうのじゃないんだな、そういうのじゃない、一言で一言愛情表現、愛情表現やったな、愛情表現か、うん、あじゃあシンプルなやつで、あれっすね、何ベロチューとかっすね、ちょっと行き過ぎてる、行き過ぎてる、あのもうシンプルに、おい三平シンプルに、やばいしやろ三平考えろお前、シンプルに普通の、うん、なんか好きとかじゃなくて、好きとかだと普通じゃない、うん、だからやっぱチューしたいなっていう、違うよ、ちょっと勝手にしてくれよ、ベロチューするぐらい好きですね、もう普通でいい、その最初の面白くなくていいから、面白くなっていいの、うん、今家今どこですか、家、イエス、早く三平、はい、早く、もう早くとか言い出してやばくねえか、早く、いやそれはいいでしょ、好き、あもう一個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 大好き、あーもう一個もう一個もう一個、あーじゃあ、はい、愛してるね、おいあ, ありがとうございました三平、そういう話だったよ。サンちゃん、一言ください。そう。ゼロ中じゃなかった。なわけあるか。生放送だから。あの、視聴者の人に一言くださいって。視聴者よ。視聴者の皆さん。三平です。喜んでますよ、ね。あの、大分サポーター、あの、僕は大分帰ってたんですけど、いろんな人があの声かけてくれたりして嬉しかったです。また大分で見かけたときは声かけてください、三平ごめんね、えどうした怖いどうしたお前待ってたんだけど、いやすいませんもう山口帰ってきちゃいました、まあそうだね、また飲もう、はい、ごめんね三平、三ちゃんお疲れ様です、え、じゃあ俺行くよそこが今一番ウケてる、ありがとう、お疲れ様です、え、次、よっしゃ、素晴らしい、いや、すごい、今の翼さんにしようとしてる、だからまあ今接戦ですもんね、接戦結構接戦、あとはこう大将が、あ俺、うん、だから出ないんだけど俺、コンさんって言ってますもんね、誰も出ない誰も出ないんだけどワードは待って待ってワードはおゆかりだけね、あ何ワードは何懐かしいね、大事な電話出ない。でも懐かしい人にかけないといけない。そう。でももう久しぶりやな。懐かしいな。懐かしいね。で終わる可能性ありますよ、ね。そう。いや相手に迷惑なるやんか。でもそこで出んかったら。そうやろ。うん。まだですか。ご飯食べていいですか。食べていいよ。はい。待ってブラジルの人とかに。難しかったっていう。大輝さん、友達いない、ポポだったらすごいよ、本当に。いない、何言われてる、友達いますか友達そういう番組、今日そういう番組友達いないか、ほら、優秀されてるんじゃないですか、あ、本当、そうかもしれない、さっき、で、出た人は、え、さっき出たのは、コンちゃんよ、コンの、繋がなかったんですか？繋がってたよ。どうして切ったの？これ大分にゆかりになる人？そうよ。うん、でももうあ、そうなん。よかったか。いや、アテネの時のあれで、懐かしいね。俺、懐かしいねだったからさ。え、じゃあ、こんちゃん、僕が食べて。アテネオリンピックで。大さん、もう扱いきれないって。こっちが。誰も喋れんからね。今野さん出てきて、誰が笑えるの？もう。あ、そういうこと？何もできないですって、もう。ルール聞いて。今野さんは、だからその、さっき折り返すって言ってて、全然折り返さないし、忙しいん。忙しいんだ。じゃあもうちょっと、なんだ。ちょっとスピーカー。取りに行ったやろ。
いや、そうそう。大輝さんが森島に電話するとか一番面白い。大輝さんが森島に電話したって。誰？音上げてください。音どうやってあげるのこれ。さあ、ただスピーカーを押した方がいいんですか。横横横ボタン。スピーカー。ただいま電話に。まあまあだこれがリアルだからね。これは一番それはもう。ちなみに今は小沢社長。だからその扱いきれない。まあ同期や。小沢さんとはね。どうそのなんかこれまた電話帳どうやって見るかわからなくなるよ俺は。え？え？何？どうした？いやいや、まあ、だいぶ経つよ、朝の。何電話帳どこね、その頃。もう俺も慣れてない人の触り方してるので、ね、あ、出た出た。またこれ、赤で探さんときに。赤。こういうタイプね。順番に言ってるタイプだ。あ、もうトリニータのゆかりになってな。うん。オッケーオッケー。さっきから何言ってんだだって電話出ねえんだもん。誰も出てくれ。誰も出ない。でもこの時間なかなか出れないよ。アイフォン、アイフォン、アイフォンやなくてスピーカーな。まあカタカナだからね。これ出ないパターンも面白いんじゃない？どう？いやそれは面白いですけど。ないな。でもそのなんすかその結構早くない？もうちょっともうちょっと会ってからただいま電話に出ることできませんなるでしょ。梶山陽平。あいや、なんで丹野に電話してないんですか。あ、丹野翔さん。なんであんだけ話して丹野に。なんで言わないの、お前そういうの。しかも、それがガミさん。大体で忘れた頃の。そう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 。丹野、丹野や。なんで丹野言わんの。いや、丹野、丹野や。丹野でやしょ。なんでもそれ言わんの。いや、そういうのあんないから。振ってたの。全然電話せんたの。いや、ハイボールやばいって。どうしたの。どうしたの。あ、出た、ほら。안녕하세요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 あ、そうそう、タメ、見てんの、お前。見てないですよ。タメのところがあったんで言ってました。あ、タメ、お前あったの、お前。あ、この間会いました。あ、そうなの、はい。でさ、なんか今の企画で、ちょっとお題があってさ。タメでしょ、それ。タメでしょ。え？アウトっす。え？アウトっす。あなたの番組ですよ。アウトっす。お前さ、え？何？キラリオでしょ。暇じゃないの今。暇だから出てるよ。あ、じゃあいいわ。あ、外で忙しいんだ。あ、そっか。じゃあ切るわ。あ、じゃあな。あ、また。はい、はい。え？何の？何分？言わせてない。どういうこと？どういうこと？なんで今ので行こうとしてるんですか？え？しかも話題、あ、懐かしい。あ、でも。え？ね、懐かしかったやろ。お題を。まあまあもう。え、何分？今何分やった？いけた？いけてないし。だいたい、だいたいルールが。あ、じゃあ違う人行くわ。今の単独ダメやったから、外やったから。いや、悪いわ。あ、石神に電話しようか、石神に。じゃあ。いや、ガミさん。ガミさん、単独が。お題とか気づいてももう伸ばしてくるよ。単独さ、もう大輝さんが電話かけためちゃめちゃビビってたもん。え、なんすか？なんすか？ああでもやっぱ丹さん嬉しそうだった。切ったのを寂しがってるわ。手でいいですか。もしもし。呼ばせよ。え？元気？どうしたんですか。ああどこいんの？今茨城です。ああ懐かしいね。はい。え？どうしたんですかどうしたんですか。え？懐かしいね。テレビ電話行きました。あ、テレビ電話。テレビ電話できます。懐かしいね、言ったよ。言ってない。いや、言ったよ。え、テレビ電話ってどうやってするの、これ。テレビ電話して。まず、大輝さん、YouTube 言わないと、あれじゃないですか。
これもらっていいですか、炭酸水。ああ、そうで、ちょっと、俺、あ、出た。はい。いた、ああライブ配信みたいなやつ。そうっす。ミスターチャンネルのライブ配信です。おい、ガミ、この二人見てどう思う？この二人見てどう思いますか？あ、見えない？どう？こう？見えた？一回こっち向けてください。ダメだと。一回こっち向けて。手邪魔した。あれ、デイリース FC の監督だった人じゃない？ああ。え？そっち向けてください。で、この二人見てどう思う？お刺身が美味しそうです。いやいやいや、違う。じゃあこの2人見てどう思うかってお前さっき言ったような、なんつった？懐かしくないです。おお、さすがさすが。もうほら、神さん分かってるからこれは引き伸ばしてくれますよ。なんで今日参加できなかったんですか？呼んでくださいよ、呼ばれてないです。あ、呼んでないの？招待状来てなかった？結婚式みたいに言うやん。あ、そう。ちょっとまたちょっと一緒飲もうや。お願いします。ああ、じゃあもう懐かしいねって言ってくれたんで。言ってないです。いいですかね？言ってないです。今そういう企画だったのよ。ですよね、そんな気がしたんで。ああ、そうでしょ。さすがやな、はい、なんかやっぱりガミがね、大分に来ないと大分が盛り上がらないっつってんのよ、みんな。ああ、僕も行きたいなあ。行きましたよ。そう、少し。あ、そうなんだ。はあ、はあ、まあまあ、またちょっとゆっくりみんなで飲もう。な。ああ、見て見て。もうガミの話は多分しないと思うけど。じゃあバイバイ。ありがとうガミ。ガミありがとう。また連絡するわ。はいはい。これ普通のやつでもあれできるの？普通のやつだ。普通な LINE とかじゃなくても、あ、できる。テレビやけ。あ、そうな、すごいな。へえ。知らなすぎじゃない？次第二話する？もう大丈夫。あ、もういいの？はい。止めていいです。もう大丈夫。はい。これでも悪いですよね。はい。じゃあ誰？これは今の。いや、それあるよ。もう前が一番悪いよ。え、だって。いや、だってミスター懐かしいなって言ったじゃないですか。え？懐かしいなって自分から言ったから。言っちゃダメなんです。いや、ガミだってそういうのすぐ気づくタイプやん。ガミさんもう気づいてますもんね。あ、か、あ、ちょっと。じゃあ、この人でチャレンジしてください。はい、チャレンジお願いします。もしもし。おーい。おーい。じゃねえよ。お疲れ。お元気してんの？全然。おい。あんま印象ない。いやいやいや、俺と久々に話すやんか。そういうこと、そういう時になんて言う？全然そのもうテレビ電話とかの最初のやつを、ね、飛ばすんですよ。ああ、お久しぶりって言うんだ。先に出して。ああ、ちょっと待って、今な、ライブ配信中なのよ。そうで、だから、今、テレビ電話にするわ。テレビ電話できそう。今車。あ、今車だって。じゃあ危ないから。誰ですか？じゃあ名前も言っていいの？はい。あ、梶山洋平。ああ、はい、お前の大好きな。あ、俺お世話になりまくってたんで。あ、タメダもいるわ、タメダも。俺もやってました。ああ、あとタクマ。ああ、久しぶり。ご無沙汰してますからまだ言わないですね。ご無沙汰してます。いや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 。お前早く言えちゃう。早く。こういう時なんていうの？タメとかお前タクマいる時なんていうの？この二人の。な？え？え？ああ。ああ、まあそれもあるわな。それもある。あ、それもある。なななななななあやんってあるやろ。もうなんか。え？久しぶりに話すときにはなくねえか。いいよ。だこういうなんか思い出を話すときになんか、あんまいいなみたいな言うやん。言ってるやん。え？なんていうそういう時、なんていう言葉出てくる。ああ、ありがとう。優勝やわ、優勝やわ。え？あ、言わないか。お前そういうところはお前変わってねえな。そういう指摘するようなことあんまり言わんの。言わんの。あ、元気してんの？はい、します。あ、変わる？じゃあ、たくまに変わるわ。
カジ君、カジ君すいません。大輝さんがいきなり連絡して。そう、大輝さんのチャンネルの生放送中に。サラリーマン僕。挨拶しろ、お前。カジ君、お疲れ様です。亀田です。お久しぶりです。お会いたいです、そろそろ。もう、いや、なんでなんですか。もう何年も行ってないじゃないですか。もう、いや、違う違う。大分の時あんなに行ってくれてたのに。カジ君、今、F 棟のどこなんですか、ポジション的には。ジュニアユースとかに入る子をスカウトしたりしてる。おー、アカデミーのスカウトっすか。そうなの。そうなんですよ。大分来るときあるの。確かに。いや、大分には行かないですね。大分来ないの。はい。じゃあちょっと一回また、このラミスターチャンネル出演してくれ。はい。な、ついて。絶対。呼ぶわ。で、また来年、大分トリニータ30周年やから。え？トリニータがまたいろんな企画は考えてるから。トリニータもセレッソも30周年。それに参加して。はい、呼んでもらえれば。うんね。みんなでそれでまた。サリさんなんで。え？調整していて。うん。部長サリさんなんで調整して。あ、そうか。うん。じゃあちょっとよろしくお伝えください。頼むよ。はい、頑張ってね。はい。はい、家族にもお伝えください。はい、バイバイ。ありがとうございます。はい、ありがとう。はい。これなんか、これ何？ドコモの SNS なんか誰かから電話かかってますね。折り返し、そうです。あ、こちらになる。言ったら、あ、じゃあ、あ、ですね。はい。もう俺、ちょっと待って、ちょっとあれ結果報告どうですか。結果報告ってかちょっとずるしたから。不正はダメですよ、ね、ドーピングですよ。そうですよ。え？なんすか？本番中ですよ、ミスター。はい。起きて。はい。大輝さんのチャンネルですよ。いや、ちょっと待ってください。でもちょっともう一回電話していいですか？かかってきてるんで申し訳ないんで。あ、田村選手インスタ見てきました。お。珍しい。お、珍しいっていう。珍しいな。ちゃんと感謝しろ。これまた。行き違いなんで。タメさんインスタしてくれたんですか。タクマ君にしてもらいました。からしから。普通のやつこれ。ただいま。ちょいちょい。え？もう終わったんですよ。もう終わった。ダイさん負けて終わったんですよ。いやいや、はい、ちょっと結果発表しましょう。はい。でもズルしたから。ズル？ズルはしていません。早い早いって言って。ありましたし。いやでも二人も怪しかったです。俺してないですよ。いやここは先生どうぞ。嘘でしょ。どう思います。皆さんどう思いますか。じゃあ逆にどう思いますか。でも堂々とした方誰とね。いやそれはもう大輝さんもそれはもうねそのやっぱ。大輝さんは不正が2回したから。はい。番組としてのやっぱりそれはもう。はい。じゃあ誰がじゃあ僕が負けていいんですか。負けていい。詰まっちゃってる。もうゼロしたから。はい、わかりました。はい、負けていいです。はい。でも本当皆さんにこういうね、ライブ配信で皆さん急に振られても困るわな。本当よく対応してくれたわ。見てる人は楽しい。見てくれてる人は楽しいけどね。ありがたいですよね。ありがたいわ。大輝さんだけですよ。何が？全然電話出ない。いや確かに確かに何やろお前今のいや嫌しいよお前がないや嫌なことですよねとりあえずちょっとこれくれこれはいお前そうたくまお前それは悪いよじゃあじゃあ面白いから今のはもう罰ゲームし罰ゲームよお前くらいのじゃあもう今意地悪言ったからいやそう意地悪言ったから今のはもうもう2人出てくる意地悪よ。意地悪でしたね。はい、ちょっと、じゃあ罰ゲームしよう、ほんとちゃんと。はい。じゃあ、ちょっと立ってもらって。立ってもらって。はい、立ちます。はい。入らないんじゃないですか。いや、もう俺絶対嫌っす、それ。マジ嫌。あ、入らないんだ。じゃあ、座ろう。はい。何立っても、何すんのちょ、待って、何の罰ゲーム？あれ、何の罰ゲームなんでしょ。俺、これめっちゃ嫌いなんですよ。え？ビリってくるやつ。うわぁ。めっちゃ怖いやつじゃん。せーの。
ので。おっ、めっちゃ勇気いるやつだ。え、これ静電気が流れるやつやろ。じゃ、せーので。これを押せばいいの。はい、なんそれ。皆さんもこう見えるところで。これ俺マジ嫌いないよな。もうそんなもう、そんなもう一瞬で、一瞬やろ。一瞬。一瞬でやろ。はい。三。二。引き取ってんじゃないですか。あ、ずっと押すタイプ。何何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 何軽くもそうでしょ、軽くもやっぱ強いわ、うん、何ずっと押してたね、なんなんだそれ、ずっと押すって違うじゃん、ちょんと押すんだよ、ちょんとそれが普通だ、いや、それを見たかったそれを見たかったっだってずっと流れるよ、お前しょうがねえな、もうこれでずっと押す人いないでしょ、だってえ耐えるんだよ、そういうことね、あ耐えたらダメなんや。そう。なんで耐えると思ったんすか。すごい、あ、だってまだ残ってる。見たことないです。だってそれ耐える選手権みたいな。強いよ。強い。強い。まさかこの人。耐えちゃったんだ。あ、そういうこと話すんやな。もう話すというかずっとむしろ押せてますよね。そうやな。なんかすごい痛かったもんずっと。強い。さすがです。まあよかったっす。まあよかったな、はい。まあまとまったってことでいいですか。はい。ね、まとまってなかったんですけど、ね、ちょっとやってみて。タメもやってみて。いやだ、だって罰ゲームって言ってるから。でもお前だって言ったよ。飯食いに行こうなって言っちゃったよ。一回やってみて。あ、それはそう。ありますあります。いい、本当にやってみて。全然本当に無理なぞ。大丈夫。全然俺も嫌いな。俺も。カメラ見せて。あ、はい。なんなんですか。こぼすか。もう本当に無理。ブリはもういいって。いい。じゃじゃブリ。じゃブリとかじゃなくて、しかももう今なんで開始してもう待って1時間以上してるじゃん。おい。もう開始して1時間以上経ってるからね。もういいから。1時間以上経ってなんで俺これやらないの。はい、5、4。いや、ちょっと待って自分のタイミングで行かせて。1。待って無理。ちょっと待って一回待って。俺本当に無理なんです。俺マジでもう本当に。なんなの。痛いだけだから。それが嫌なんでしょ。痛いのしょうがねえじゃんもう。グッド。あ、かかってきた、かかってきた。じゃ、言いたい。ダメよ。電話かかってきたんだ。あ、こんちゃん、ごめん、大丈夫？今さ、ミスターチャンネルって俺のライブ、ライブ配信してんのよ。コンサート、何？ライブ配信？あ、ミスターチャンネルって YouTube の。はいはい。でさ、ちょっと待ってな。はい。あなたから引き出したい言葉があるのよ。それがダメなんですよ。今やってるのよ。言っちゃダメなんですよ。それ言っちゃダメだって今言われてる。バカじゃん。コンちゃん、それ言ったらいけんやろ、コンちゃん。言ったら元気、コンちゃん。いや、元気っす。ああ、でさ、コンちゃん、ミスターチャンネル出たことないじゃん。あるわけないでしょ。まあ、あるわけないでしょ、どういうことですか、あなた。え？やってたことすら知らない。ポンちゃん、まあ、それ、してください。あ、知らないんだったらさ、ちょうどいいじゃん。うん、な、今後さ、まだちょっと、YouTuber としてちょっとやっていこうと思うんだけどさ。マジっすか？あ、このどこ？頂点。YouTube 界の違う、 YouTube じゃなくて違う、いろんな形でね、だからさ、こんちゃんいつかミスターチャンネルに干してんのこっち、はい、ミスターチャンネルに聞いておきます。誰に聞くんですか、はい、何がミスターチャンネルに出ていいと思う。まあ、そうだけどさ、今のは確かに。まあ、そうやな。じゃあ、今度出てもらってもいいかな、ポンちゃん。いいと思う。ああ、いいよ。正解やな。ああ、正解。何、今家にいんの？いや、空港っすよ、今。どこに行くん？
いやいや、帰ってきたんですよ、今。あ、そうなんだ。忙しいんやな。あー、オッケーオッケー。じゃあ、またちょっと、また、あれ、電話するわ。ごめんごめん、忙しいのに。はい、あ、ちょっとまた、ちょっと飯行こう。はい、はい、はい。はい、じゃあね。はい、頑張って。はい。はい。はい、めちゃくちゃ。はい、あ、じゃあ、押してよ、お前。いや、じゃなくて、え、その、すいません、見てなかったんですけど、お題何だったんですか？ミスターチャンネルに出たいです。いいと思う。一言も言えてなかった。いや、いいとも言うたよ、お前。ニュアンスあった。でも、ミスター、もともとの趣旨がちょっと違うんですね。趣旨が引き出しそうないといけないんだって言っちゃダメなんですよ。怒られてる。そうなんですよね。だから、罰ゲーム受けたやん。もう一回するやん。お前も受けた。今の誰か説明したっすか？大輝さん、今誰と電話してたか言ったっすか？ああ、今のは今野今南葛 FC かな。そうっす、はい、その今野の言い方はもうちょっと CM みたいな今野です。何の CM？ ちょっとそのタメもちょっと一回経験した方がいいよね。でもね、あの、最後いい、そろそろあれなんで、あ、最後、最後に、あ、最後ね、なんで俺もこれで締めるんですか？いや、なんか分かんないけど、もう流れてこれ締めよう。そうそう、もう行きますよ。はい、いいよ。あーはやめ。いきます。グッて。うわーおー、結構いったね。結構いったとかあるんですか、これ。強めに。あ、なんか大げさが、なんかね。いや、じゃなくて、おもろないよ。このタイミングでこれやっても。まあ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 。なってるわけで。まあね。すっごいなってる。あ、しょうがないね。はい。じゃあもう今日は何？もういいんですか？もういいです。終わってもいいですか？よくこんなんで締めれますね。締めれないなと思って悩んでるんで。え？もういいですか？終わってじゃあ。もういいですか？もういいんじゃないですか？皆さんは思い来年に。来年に、来年に、あ、来年に、2024年に向けて。あ、そうそう。え？そうそう。なんかこの後、はい、生配信はここで終わりますけど、はい。撮影が。番外編を撮影するんで、あ、はい。視聴者の皆さんは、それをまた、はい。ちゃんとしたやつが、この後。ちゃんとしたやつって、これもちゃんとしとるわ。はい。これだから余興みたいな。この後ちゃんとしたやつを、YouTube 撮るってことですもんね。はい。わかりました。じゃあもう終わろうか。じゃあメッセージでももらって。じゃあ2020円、24年の、20円の、24年の、2020円の、2020年の、まあ、何ですか？意気込み？何ですか？意気込み？いや、結構言えないでしょ、この参加。言えない。24年のね。もうコメントとか全然拾ってなかったけど、よくあるの？はい。コメントいっぱい来てるんですけど。うん、そうな。はい。でも、為田選手のインスタから飛びましたとか。ありました、そう。ありましたね、はい。ありがとうございます。ね、本当に、ね。最後ちょっとコメント見ていこうか。お笑い芸人、為田さん。え、これ。あ、これ最初の。一番最初のやつ。ああ。タッグ君、現役生活お疲れ様でした。うん、でも本当に、みんなと一緒に。これはもう改めて。してほしいな。ぜひ。タッグ。ぜひ、お願いします。ああ、はあ。あ、翔太とかいたな。はい。松橋さん。はあはあはあ。ねえ。ほう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 。その読んでください。絶対に。何よ。一人でも全部吸収していってるんですけど。はあはあ、読んでもらわないと。はあはあ、俺、大輝さんアウトかなって、そうやな、アウトやったな、俺が、やっぱり。そうっす。やっぱルールがそもそも。あ、ルール把握しきれてなかったね。あと質問いっぱいあったのが、田村選手、大分からオファーがあったら帰って、切る気持ちありますか？全員滑舌悪いじゃないですか。帰ってくる気持ちありますかっていう質問いっぱい来てました。本当やね。それはすごいその答えづらいですけど、まあまあ、でもまだあのいただけてないんで。あればね。うん、あればそれはもちろん、あればもうありがたいですよ。それはもちろん。あれば帰ってきますって言っとけ。うん、なんでなんですか？あれば。そう、あれば。ないから。もしあれば。まあまあ、確かに今はないんですけど。いや、それはもう。ねえ、うん、それはもう、うん、あれば考えますって言うときは、うん、いや考えますはその上からになっちゃうからそのねえいろいろそれはもうありがたいことですけどまあ、うん、来てないんでもういい終わってもいいまあそうですねだから今の話題は一番俺が終わりたいです、まあ、本当に心も痛くなっちゃったし二人から見てミスターの好きなところと嫌いなところはありますかそんなコメントある好きなところですか、はい
好きなところが後輩の面倒見がいいところです。嫌いなところは、嫌いなところは、あのお酒めっちゃ強いところです。まあ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 、そういうことになるか。まあ、僕も本当同じですかね。ええ怒ってる。なんでなん違うところ。同じはないでしょ。はい。好きなところ、好きなところ、まあでもやっぱこうやって離れてるのに、こうやってね、あの連絡してきてくれたりするところ、嫌いなところは本当に、本当なんか意味わかんないタイミングで電話かけてきて、本当、何の内容もない電話が来るところが、絶対お姉の声で、もしもしっていう電話かけてくるときあるんですけど、それはちょっとやっぱ困るかな。嫌いではないんですけど、嬉しいんですけど、嬉しくはないや。まあ、僕はね、もうこう、スッてしてる状態なんで、ちょっとなんかこう、ああ、はは、みたいな。今日みたいなやつね。あ、この場でも謝罪します。すみませんでした。あ珍しいです。今日でゼロだからね。まだゼロからスタート。次が来る。ゼロからスタートしよう。ね。はい。もういいですか。はい。はい。もう終わっていいですか。じゃあ。はい。じゃあ来年のまた忘年会まで。まあね。遠いですね。遠いですけど。まあまあこれで忘年会じゃないとね、話せないこともたくさんありますしね。確かに。ね。まあこういう時はね、いろんな飲んで食べて楽しんでもらえれば。はい。いいかなとは思うんで、また来年も参加してくださいね。はい。はい、もうなんかもう、10人ぐらい入れるからさ、部屋も。いや、でも、ね。でも思うんですよ。ね。もうちょっと人数増やしましょうよ。うん。もう、ミスターを増やさないですよ。ええいいんで俺。増やしていいんで。絶対嘘。いや、ほんと。言ったもんだ。いや、言ってない。それはもう、なっちゃう感じがして、全然俺はもう出る人います。そう。いや本当に全員呼んでいいよ。でも予算がないから無理だよっていう。みんななんか7、8人もうだからあの一人1個会費5000円ぐらいもらうよ。一人1個なんか持ってくる。で、あ、おかず持ってきてくれ。あ、一品ね。あ、自分が好きな一品。でも逆にそれ面白いかも。一人1品何持ってくるか。来年そうしようか。そう。会費ね。でも確かにそれはありかも。一人1品。うん。いや本当ね。すごくみんなで、ビーフジャーキーとかね。絶対ダメやろ。いや、いや、みんなでね、こう、立派なお家ですし、みんなで飲みたいよね。そうしよう。確かに。来年は7、8人で。ね。それこそじゃあ、来年。一人ずつ連れてくればいい。焼肉セブン。ああ、焼肉セブンでもいいかもしれないですね。時期は忙しい。どこでもいい。どこでもいいんで、そこはまたちょっと。セブン行きましょう。うん、多めに。行きましょう。はい。じゃあ、もう今日はこの辺でちょっともう締めたいと思うんで。はい、また番外編みんな、はい、楽しみに皆さん見てください。はい。今日はありがとうございました。これ火事か。あ、火事からコメントが来てね、呼んでくださーいって。本当だね。ああ、本人から。いや、火事くん来たら、そりゃもう。カジもね、みんな呼びたいけどね、おのおで忙しいじゃん。まあ、それがあるのよ。まあでも呼ぶのはただすからね。まあまあ。まあそうやけどな。みんなやっぱり仕事あるからさ。いや、でもカジ君意外に暇かもしれないです。横綱君を呼んでくださいって書いてる。息子登場。息子登場。まあまあまあ。まあまあ、また。将来性はだから一番ありますよ。ちょっとまた考えよう。10人ぐらい呼ぼう、来年は。そうですね、本当に。もうフリートークで。はい。そっちの方が面白いかもしれない。で、スパチャいっぱいしてもらって。そうしよう。いいですか？はい。じゃあまた皆さん、良いお年を迎えてください。はい。ありがとうございます。さよなら。カジ君はこの時期何もありませんから。